おはようございます。西戸明子です。週末になりました。いかがお過ごしでしょうか。私は昨日名古屋に行ってきました。というのは12月17日土曜日の夜、皆さんご予定いかがでしょうかね。名古屋で誕生日パーティーをやろうかなと思いましてなんで名古屋やねんっていう話ですよね。はい、それはすごい素敵な出会いがあったからなんです。と言ってももう今から1年ちょっと前なんです。友人に紹介された川名博之さんという方が、彼ミュージシャンなんですね。で、ミュージシャンなんだけど、すごいイケメンなので、モデルもやってて、最近だと愛知銀行のポスターが、きっと愛知銀行さん全店に貼ってあると思うんですけれども、お花屋さんが写ってると思うんですよ。その男性。あれ、川名くんです。あとはスポーツデポのモデルとかもやってますね。それから、プライナスっていうバンドとか、歌のギリギリお兄さんっていうのもやってます。通常歌のお兄さんなんですけど、年齢がもう40代ですからね、私と同じ。なんで、一応ギリギリお兄さんっていうことで、歌のギリギリお兄さんとして、ショッピングモールとかで子供たちを幸せにするステージをやってたり、虹色アストレアっていう歌って踊れる子供のアイドルグループを育てていたり、テーマパークの曲を作ってたり、詩も書かれますしね。あとご自身もアイドルやってるんですよ。男性3人組でずっと俺だけを見てろっていう、そういう名前のアイドルグループで、この川名くんに初めて会った時に、なんせ喋ってて面白いんですけど、なんていうのかな、なんかこう純度が高い方だなっていう、私たちっていろんなこう余計なものをいっぱい背負っちゃうじゃないですか。自分をよく見せようと思ったり、あるいはこう過去に傷ついたから自己防衛しようとして遠回しな言い方したり、逆に、自分が怖いもんだからちょっと強く言っちゃったりとか、そういうこういろんなね、本当だったらいらないよねっていういろんなこうお洋服を着ちゃってるっていうんですかね、そういう面ってあると思うんですけど、川野くんってそれが全然なかったんですよね。感じられなかったんですよね。それですごい魅力的な人だなと思って、1年ちょっと前に一度お会いしただけなんですけど、その時からもうずっとなんか川名くんといつかやりたいなと思ってたんです。それで今回、誕生日になんか楽しいイベントやろうかってスタッフさんと喋ってたら、じゃあ川名くんじゃないってことになって、じゃあ名古屋なんじゃないっていうことで、今年の誕生日は名古屋で誕生日会をすることになりました。それで打ち合わせにね、スペースキッチンビジターズさんという名東区にあるメキシカンが美味しいパンケーキとかね、あとシェイクとか、とかデザートも美味しい、メキシカンスタイルのダイナーって言えばいいのかな、はい。それでそこで打ち合わせしましょうということで昨日行ってきたんですけど、そしたらね、このお店がまたすごい素敵なお店だったんですよ。ご飯も美味しいし。それで、お店の方もね、すごい面白くてね、UFO を見るんですって、よく。それで、脱サラして、そういう UFO の話とかをできるお店を持ちたかったっていうことで作られたらしいんですね。それで、なんか不思議で、おもちゃ箱みたいな面白いお店だなと思ってたら、いや、会場どうするって話してたんですけど、ここがいいんじゃないってことになって、あ、そうだねって。ただ、そんなにその広いお店ではないので、そうだな、20人ちょっとぐらいかな。でも何人ぐらいね、名古屋で西戸明子が誕生日パーティーやりますって言って、何人ぐらい来てくださるのか全く想像もつかないので、ちょっとチケットが速完になるのか、全然売れないのか、ちょうどいいのか、本当わかんないんですけれども、立ち見とかも、OK っていう元気な方がいらしたら、30名弱ぐらいいけるのかなと思ってるんですけどね。はい。そんな打ち合わせが昨日ありました。それで、すごい楽しかったんですよ、その打ち合わせが。で、何がそんなに私楽しかったのかなと思って、帰りにね、こう考えてたんですけれども、まずね、浮かんできたことは、あ、ベクトルが同じなんだなってことでした。ベクトルってこう、矢印ですよね。つまり、みんなが見てる方向が一緒なんだなって。例えば、みんなね、誰かの役に立ちたいなって思って、生きてるんですよ。
まあ、特にその4人の中で1人、まあ、10年来の友人がいるんですけれども、まあ、私が本当に尊敬している友人 でいつもその人人の応援しかしてないんですね。あの職業は全然内装屋さんなんですけれども、あの職業応援なんじゃないかっていうぐらいいつも応援してる方なんですよ、いろんな方の。それでね、昨日初めて聞いたんですよね、あのいつ頃からその応援されるようになったんですかと、人のなんか出来事があったんですかって。そしたら、まあそのね、別に幼少期すごい愛されて恵まれて育ったとかそういうわけではないんだけれども、まあなんかこう、まあ、気がついたらそうだったというか、むしろそうじゃない人の感覚がよくわからないって言われたんですよね。すごいなって思いました。いや、その方ね、本当に、まあ、今も申し上げましたけど、そんなにね、あのもうご両親からもう愛されて愛されて愛情のコップが満タンだからもう溢れて仕方がないみたいな、そういう環境で育ったとかじゃないんですよ。むしろちょっとなんか、え、それってかなり子供だったら傷つきますよねっていう、まあ、そういう結構子供の頃の体験をお持ちなんですが、なんかね、学生時代のその方の友達曰く昔から同じなんですって。うん、だからそういう方っているんですね。はい、いつも人のことしか考えてない。だから私その方にすごく影響を受けましたよ。はこんな生き方してる人がいるんだなと思ってね。はい、だから私はあの、まあ、4人でね、昨日打ち合わせしてたんですけど、まあ、後発組ですね、4人の中でその人の応援をしていきたいなんて思うようになったのは私が一番最後ですよ。はい、川名くんは、まあ、1年前に会いましたけれども、まあもうそういう方なんですよね。で、川名くん、まあ、昨日ゆっくり喋ったの初めてだったんで、川名くんってあの何やりたいんですかって聞いたら、いやもう自分がやらせてもらえることをもうただ一生懸命やってますっていう感じで、自分がどうこうなりたいっていうよりはもう周りの人の役に立てたら嬉しいんですよねって言われて、ああもうみんなそういう人たちばっかりなんだって。で、まあ、そうやって生きてるからなのかどうなのか、みんな不安がないんですよ、この時代に。別にあれですよ、みんなすごい稼いでるとか、なんか預貯金がたっぷりあるとか全然そんなんじゃないんですよ。その経済的にゆとりがあるからとかそういうことじゃなくて、不安がないんですよ。だから今できることをやるしかないよねって言って、まあ、今を一生懸命生きてる方たちばっかりだったんですね。で、そういう方といると、なんて言うんだろうな、つながりが太いというか強いですね。すごくその場自体が、うん、安心だったし、そう、それで気がついたんですけれどもね、自分のコミュニケーションの仕方がいつもと違うなと思いました。いつもはどちらかというとというか、割と繊細にあの相手の方がどんな気持ちなのかっていうのを感じ取るタイプなので、この言葉を使うとちょっと不安に思われるかなとか、うん、ちょっとなんか違和感を持たれるかもしれないなとか、そう思うと説明するんです。あ、ちなみに今の言葉ってこういう意味で言ったんですけどとか、あ、今のはこういうふうに思われる場合もあるんですけど、こういう意図で言っててとか、そういうこう、なんていうのかな、言葉ってどんな風にも理解できちゃうから、だから自分が言ったその発言に対して、あの右側に、例えば、まあ、右でも A でも B でもいいんですけど、まあ、A っていう風に理解される可能性があるなっていうと、あの A じゃなくて B なんですよって言ったりとか、うん、まあ喋りながらね、あ、この方今 A って感じられたかもって思ったら、あ、これちなみに B なんですよっていうね、そういうこう誤解を生まない説明の言葉っていうのを結構積み重ねながら普段のコミュニケーションをやってるんだなってことに昨日なんかすごく気がつきましたね。というのは昨日それをやる必要がなかったから、うん、まあ一言で言うと愛がベースのなんかミーティングだった、会話だったって思いました。あのサンテグジュペリーってあの星の王子様を書かれた作家さんの名言が有名な言葉があるんですけど、ご存知の方多いと思います。愛は、愛ってラブですね、愛はお互いを見つめ合うことではなく共に同じ方向を見つめることであると。だから昨日こう4人がね、共にみんなの役に立てたらいいよねっていうふうに同じ方向を向きながらずっと話ができていたので、こう誤解が生まれる可能性がほとんどなかった。だからこそただただね、こうしようよ、ああしようよとかって、これお願いって、これやってって、
申し訳ないんだけどとかってなんかいう感じじゃなくね、これやってって私こっちやるからっていう感じで話ができてたのが、あ、本当に幸せだったんだなって、うん、それでこうまあね、もう大人もう大人も大人いい大人ですけれども、こう友達って大人になってからもどんどん変わっていくじゃないですか。まあ、ただ昨日の4人に関しては、あ、今後ね、まあ、もちろんその、べったり仲良くっていうことではなく、1年会わない2年会わないとかっていう時期もね、もちろん今後あると思いますけど、あ、なんかきっと一生付き合っていける仲間なんだなこの彼らはって思ったら、いや幸せだなと、こんな方たちに私今囲まれてるんだなって。いや、以前は全然そんなことないですよ、私ね、彼らと全然同じベクトル向けてなかったから、不安だらけだったし、全然今を生きてなかったし、でも自分がね、こう少しずつ変わってきたら、あ、本当にその人間関係って変わるんだなって思いました。うん。ね、もっとこう、素敵な人間関係を築きたいって思うときに、周りの人のせいにしたくなることってないですか？私はそうだったんですけどね。でも、あ、結局全部自分だなって。自分が変わると周りの人たちとの関係っていうのはこんなにも変われるんだなっていうね、そういうすごく幸せなミーティングでした。はい、皆さん、愛はベクトルです。このサンテグジュペリの言葉って恋人同士の愛だけじゃないと思うんですよね。夫婦だけじゃないと思うんですよね。家族、会社、学校、もういろんなチーム、ありとあらゆる少人数だろうが大人数だろうが、チームだろうが組織だろうが、やっぱり同じ方向を向けているとき、そこにはすごく愛が溢れててね、いい組織、チーム、人間関係、コミュニケーションになっていくんじゃないかなって思います。それでは12月17日土曜日空いてる方、愛知県近郊の方、予定しておいていただけたらありがたく存じます。楽しみです。それでは皆さん、いい週末をお過ごしください。お出かけの方、気をつけて、いってらっしゃい。西戸明子でした。あ、そういえば、昨日、私、Facebook とインスタと、Twitter に、川名くんとのツーショットを載せたんですけど、誰も、この方は誰ですかっていう質問もしてくれませんでした。あれは川名くんでした。ということで、リンク貼っておくんで、皆様馴染みの SNS でぜひご覧いただけたらと思います。それでは。